日本初のプロプレーヤー奥寺康彦、日本代表チームのヨーロッパ遠征でブンデスリーガの名将バイスバイラー氏に見出され、エアスタ FC ケルンに入団した。その正確なプレーは東洋のコンピューターと呼ばれ、ドイツカップ優勝に貢献するなど輝かしい成績を残した。世界最高水準のヨーロッパリーグで日本人プレーヤーとしてファンに強い印象を与え、そのゲームメイクと抑えられた強いシュート力は称賛された。シュート練習はよくやりましたね。自分でやっぱ好きだったし、まあ、これ小学校、中学校の時からですよね。中学3年生ぐらいになってからも本当シュートが好きで、また自分が取らないと、まあ、勝てないような感じだったんでね、すごいシュートが好きで、もうゴール場に向かってこう蹴ってたんですよね。でやっぱ蹴ってるうちにだんだんこうボールが浮いてきたのが今度こう低くなってくるんですよね。でそういう蹴り方がこう感覚的に覚えたっていうかな、理屈じゃなくて蹴って蹴って、ああこれがこういう形で蹴ればいいんだとか、こういうのがいいんだっていうのはこう体で覚えたって感じますね。だから低いシュートもそういうような感じで覚えたし、またアドバイスもされましたね。思いっきり踏み込めって言われて、もう蹴るときは大きく踏み込んで、そして腰を低くして蹴るとか言われて、それをまあ忠実に守って練習しましたけどね。もうなんかボールもらったらもう自分はシュートするんだっていう気持ちはいつも持ったですね。だからそういうまたもらい方とか、また、まあ、川本さんにもいろいろアドバイスされたんだけど、こう常にこう半身になってねボールもらえとか言われたし、すごくそういうボールのもらい方しだしたらまた点が取るようになったとかね、まあ、一発でトラップして打てるようになったりとかしましたけどね。やっぱり旦那がこうやっていくうちに、もう早く、まあ、1回目でトラップしてすぐドンとこう打てるところに正確に止めないといけないなと思いましたけどね。意外とシュートするときとかね、割と無心なんですよね、点入れるときっていうのは。確かこう狙って蹴るってことはあるんだけど、なんか躊躇したりとか、ってこれでいいのかなとかこうするときはね、割とこう外したりすることが多いんですよ。だから何も考えないでこうリズムをドーンとこう打ったときっていうのは入りますね。それはただがむしゃらに蹴ってるわけじゃなくて、ちゃんとこう狙って蹴ってるんだけどね、そういうあまりこう変な余裕がない方が意外とこう点を決められたなという気がしますね。だからあとこう1対1になったら弱いとかよくあるんだけどね、うん、別にドーンとこう入れる人だけがストライクじゃなくて、やっぱりこうそういう専門職っていうかな、なしをゴール前でもちょろでもいいから決められる選手っていうのはストライクだろうね、落ち着いてね。だからそういう点だったら、まあ本当にゲートミューラーとかね、ああいうのなんていうのは本当ロングシュートはないけど、本当にこうゴールでパスする感じだもんね。ヘディングもちょろんとね、ずれてもちょっとぐらいずれてもそっと行ったりね、またこうこの行きそうだなとかね、そういう感覚持ってる人っていうのはすごいと思うね、うん、ストライカーっていうのはもうどん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 毎日毎日シュート練習した方がいいと思うんですよ。それがただこう止めてシュートじゃなくてもサイドが入ってくるボールとかね、いろんなボールに対してのね、そういう練習をねするべきだと思うんですよ。それでただもうがむしゃらにやるんじゃなくて、もう何でもいいからゴールにシュートする、なしゴールに枠に入れるということからやってって、それから狙いだと思うんですよね。で感覚なんかでも、もうここで打てるって思った時にやっぱ打った方がいいんですよね。だからそういう感覚っていうかな、養うためにはやっぱりもう常にそういう練習して、もう特別にやった方がいいですね、ストライカーはね。もう本当みんながプロ意識を持ってやることだと思うんですね。でもそのプロ意識っていうのは何かって多分みんな分かんないと思うんですよ。だから日本のそのプロっていうそういうものをね、やっぱ救っていかなきゃいけないことだと思うし、いくら周りからね、ああだこうだ言われたって分かんないと思うんですよ、感覚的には。
だからまあ元年としてね、まあ、そういうものを日本のプロリーグとかプロサッカーっていうそのねものを作っていくべきですね。また作っていかなきゃいけないと思いますね。やはりこう甘やかすんじゃなくてね、やっぱり厳しい環境を作ってあげることがやっぱり日本サッカーのためじゃないかなと。でもそれをやればいいものがあるよっていうのがあってね、どんどんこう人参をたくさんぶら下げて食べてほしいですね。それを9年間のブンデスリーガ生活を終えた奥寺は古巣の古川で2年間プレー、88年現役生活にピリオドを打った。引退後は将来の日本サッカーを支える少年たちを指導している。現役を退いた今でも日本人プロ第1号という存在は子供たちにとっては憧れの的。日本中どこへ行ってもサイン攻めにある。